傷を書き込むのに大変おすすめの塗料があります。それがファレホカラーです。こちらの塗料、とても滑らかで扱いやすいんですけれども、乾燥が早くてパレットの上ですぐに乾いてしまいます。この点を補うのがウェットパレット。こちらの作り方と使い方もご紹介したいと思います。